寄瀬さん、おはようございます。お金があれば幸せになれるとは限らないんですけども、ほとんどの人はお金で幸せになりますね。すごく人の人生を安っぽく言いますけども、ほとんどの人の人生はお金があればもう何にも心配することがなくハッピーです。これが資本主義経済の答えじゃないかなと思うんですよね。でもなぜか資本主義経済の枠組みの中にいても、いやお金なんてとかね、否定したりとかね、お金の話するとなんか汚らしいなとかね、いやらしいなみたいな雰囲気になるのはなんででしょうかね。それね、今でも私なるんですよ。それいくらですかっていうのが結局聞きにくかったり、それから価格をねこちらから提示するときに、いきなりボーンっていくんじゃなくて、なるべくハードルを下げた後で、でしょ、これがだからこのぐらいの金額で買えるんですよみたいな感じでね、安い演出をしなくてはいけないっていうね。まあ速稼塾もね、この前も先週も入塾された方がいたんですけども、やっぱりいくらですかって聞かれるんですよ。その時に、あ、30万円ですけども、ちゃんと30年分割とかありますからねっていうふうに、これをパパッと言うようになっちゃったのは、あ、30万っていうのをポンと言ってね、それで止められない自分のなんかちょっとこう甘さかなっていう気はしましたね。だって30万ですって言っときゃいいじゃないですか、価格なんだから。で、分割はないんですかって聞かれたら、あ、分割はね30年くらいあるんですよっていうふうに答えるのはいいですけどね、こちらから最初に30年ありますよみたいな感じでね、まあ、いささかね、ひよってるんじゃないかなと自分で自己分析するわけですけどね。まあそれはね、対面で言われたんでそうなっちゃいましたけども、何、ご案内メールを送るときには30万です、ね、あとは交渉っていうふうにやってますんで、まあ、交渉してくださる方に限ってはいろいろと話をしますよってことなんですけどね。まあでもね、お金は最低限必要ってのは最低限必要ですよ、やっぱり。その額に上限はありますけども、なんかね、このクレクレ星人って言いますけども、大した金額をクレクレって言ってるわけじゃないんですよね。まあ、だからあまりそんなに卑下するもんでもないかなと思いますし、一体どのぐらいのお金を欲しがったら金に汚いって言われるんでしょうかね。1円ですかね、5円ですかね。そんな小さい金額を欲しがったら金に汚いんですかね。じゃあ1000万、1億って金額欲しがったら金に汚いんですかね。むしろ金額がでかくて気持ちいいなみたいな感覚するかもしれないですね。この前広島でなんか大規模な買収事件がありました。100名以上の広島県議、市議が関わって、各都道府県の市長とかもね、町長とかも関わって、みんなで買収して河合案里を当選させたんですよ。で、結局この河合案里は、まあ、執行されて、有罪になりました。で、議員剥奪となったんで、一見落着のような気がしますけども、議員歳費数千万円は返納の義務はないということで、まあ詐欺を働いて丸儲けだったわけですね、この人はね。プラスですね、ここからがせこい話ですけども、その買収に関わったというふうに、認めた県議、市議は総勢100名以上いるんですけども、どのぐらいの買収資金だったと思います？1人当たり10万とかね、20万とか、せいぜい100万なんですよ。そんなね、ちっぽけな金で自分の政治信条を捨てられるなんて、まあ、安っぽい政治生命ですね。10万、20万だったら俺がやるよって感じですよね。まあ本当情けないですね。まあ、それが本当にせこいやつってことなのかなと思います。まあ、ですんで、少なくともそんなずるいことでね、10万20万儲けようみたいな県議市議を尻目にですね、少なくともビジネスで10万20万100万なんとかお金作ろうかなと思ってるのは、随分清い精神だと思うんですけどね。だからビジネス、要するに何かのサービスを提供して、いわゆるお使いをしてですね、問題解決をすることを前提にお金いただくのってのは、どこも汚くないと思うんですけどね。だって問題解決したい人たくさんいるわけですからね。まあ私はそういうふうに感じましたけども、皆さんいかがお感じでしょうか。まあお金は最低限必要です。最低限です。特にあなたが大人なんだったらね、最低限お金の問題は解決しないと。だって高校生だってお小遣いが足りなかったらバイトに行くわけでしょ。高校生でも自分の使うお金は自分で稼ぐわけですよ。何やってるんですか。自分が使いたいお金を稼げないとかね、そのために自分が我慢をする、もしくは周りの人に我慢させる、何なんですか、思いますね。一刻も早く
お金の問題を解決して、お金で悩まない人生をね、送っていただくと、人生の大半は幸せになっていくんじゃないかなと思います。もちろんその上でね、解決できない問題はありますよ。でもそれはその時にまた考えればいいじゃないですか。お金の問題も解決できてない時に、お金だけじゃ解決できないことがあるみたいなこと言ってね、いやそれはね、お金の問題を全部解決した後で考えればいいんですよ。ということですよ。いってらっしゃい。